鷺沼商店会の会長のつくのでございます。この商店街は50年の歴史がある105店舗加入の安心安全に住める街、そういうことを目指してやっております。この商店街の特徴はですね、みんながその楽しく、非常にチームワークの取れた商店街、こういうふうに思っております。ちなみに私どもは商店街の中で布団屋を45年営んでおります。二子玉川から中央林間まで重心具とカバーと枕では負けないつもりでおります。はい、お客さんの寝るライフスタイルに合ったものをきちっと進める、コンクリートと木造違うでしょ。例えば収納スペースがあるとか、重たい布団が持てるとか干せるとか、暑がり寒がりアトピーがあるとか、に予算があります。そこまで伺った中でお客様の納得される商品をきちっとお勧めできるのは本来の専門店とうちは解釈しています。眠りのことはお任せください。よろしくお願いいたします。お待ち申し上げております。42年、今から50年前の開店です。ミズノの野球用品を専門に販売しております。それ以外にサッカーだとかを総合的にスポーツ用品扱ってます。また学校の備品道具、トイバコマット、そういうものを販売しております。もう50年やってますとですね、今会議しているお子さんはそのお父さん、そのおじいちゃん、3代にわたって来てくれる、長いお付き合いをさせていただきます。それが嬉しいですね。スポーツ用品、野球からサッカー、総合的に販売しております。皆さんのご来客をお待ちしております。今年でちょうど43年目です。うちは定食喫茶です。家庭的な雰囲気でやらせてもらってます。うちは日替わりの定食をやらせてもらってまして、市場には毎日行って仕入れして、その日のメニューを決めてやってますので、私の愛情も一つ入れてやっております。まあ、口コミで来てくださってお友達になってくれる人もいて、それが私が一番いいところかなと思ってます。手作り料理で皆さんがいらしてくれるのを待っております。よろしくお願いします。平成10年9月1日ですからね、はい、で19年目ですかね。ご来店くださったお客様にはリラックスできていい気分で帰っていただきたいっていうことを意識しながらね、少しでもお客様が癒されればいいかなっていう、そういう意識でやってますね。お店でいくら綺麗な頭作ってあげても、やっぱり帰ってからが大事だと思うんで、手口でも簡単にセットできるような、手間のかからないような、あとやっぱり伸びてきてから の型崩れがしないようなところですかね。そこを意識してやってますかね。男性の方はもちろん、女性の方ベディシェービングをやってますんで、お待ちしてます。お店開店したのは約10年前ぐらいからですね。今基本的には花とグリーン、観葉植物の豊富な品揃えのお店にしています。特に新鮮なお花にこだわってますので、仕入れの段階で良い商品を見極めて仕入れするということと、日々のメンテナンスで、お花が長持ちするように日々努力しております。気軽にプレゼントできるようなブーケやアレンジメント、そういったものからプリザーブドフラワーといいまして、 4,5 年持つ、自社で作成、一つ一つ作成したものをご用意しております。
新鮮な季節のお花をご用意して皆様のご来店をお待ちしております。鷺沼商店会は桜で始まって緑あふれる、静かな過ごしやすい街です。ぜひとも皆さんお越しくださいますようにお待ち申し上げております。